スオーは海上自衛隊の保有する多用途支援艦。諸外国海軍の公用衛船に相当する、非打ち型多用途支援艦の二番艦である。この艦級における艦名は、ナダの名前に由来しており、スオーはスオーダに由来する。当初は武装を有していなかったが、後に環境上量限2 2 7ト、mm、ル機関重要重荷が設置された。なお、 1 2 7ト、mm、ル機関銃は搭載かけ扱いであり、常時銃下に設置されているわけではなく、必要に応じて設置される。非打ち型は前期建て造艦と後期建て造艦で装備が異なるが、巣王は前期建造艦であるため、外洋行動時の運用性、居住性向上のための原用タンクと潜水艦に対する訓練支援用の水中通話機が装備されていない。 スオーは、中期防衛力整備計画に基づく平成13年度計画980トン型、多用都支援艦4302号艦として、ユニバーサル造船景品事業所で2002年9月19日に、寄港され、2003年4月25日に、浸水、2004年3月16日に収益し、横須賀地方隊に編入された。 2007年10月13日から10月15日、日本主催の PSI 海上阻止訓練に、陸上自衛隊、第101特殊武器防護隊、護衛艦、イカズチ、マキナミ、試験艦、アスカ、総海母艦、裏型7カ国の海軍の艦船及び部隊と共に、パシフィックシールド07に参加した。2008年2月20日、横須賀地方隊に、心臓の同型5番艦、 演習が編入されることに伴い、大港地方隊に編成が得。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣される。2012年4月15日、道の区湾で墜落した第25航空隊、所属 SH-60J の捜索に参加。2015年10月20日午前8時頃、 宗谷岬北東 90km を南西に航行するウダロイ地球ミサイル駆逐艦2隻とロプーチャ2級戦車揚陸艦077を発見、監視した。その後宗谷海峡を通行してオホーツク海から日本海に入っている。2017年4月3日、地方隊の部隊改編により大港地方隊直轄から大港警備隊霊下に編成がへ。 低傾向は大港である。2018年9月6日、同日未明に発生した北海道胆振リ東部地震に対し災害派遣される。2018年11月25日、大港海事カレーフェスにて、同館のカレーが初代チャンピオンとなった。ありがとうございます。